3分しかない BGM をですね、今回このオーディションの編集ソフトを使うことによって自動で長く伸ばしてくれるんです。どうもてるです。本日の動画は昨日に引き続いてオーディションの編集ソフトを使って今回もオーディオの編集方法を解説していきたいと、あれま、今回も BGM の編集方法を解説していきたいと思います。で、今回の内容としてはですね、例えばですけども、私が今こういう風に喋っている時にですね、バックで流れている BGM があるんですけども、その BGM って基本的には2分とか3分とかそれぐらいの時間しかないと思うんですね。まあ長くても4分とか5分とか、例えば私が今これをお話ししてますけども、例えば10分とか、もしくはこれを今からチュートリアルで画面上で解説すると、まあ5分とか10分ぐらいなってしまうんですけども、でも BGM 自体は3分しかないってなると、実際その3分しかないと、例えばまあ言ったら合計で言ったら3つ4つぐらい BGM をつなげないといけない、もしくは違う BGM をつなげるっていう感じになると思うんですけども、今回はですね、同じ BGM を10分間の BGM にすることができます。で、どういうことかっていうと、まあ先ほど言ったように3分しかない BGM をですね、今回このオーディションの編集ソフトを使うことによって自動で長く伸ばしてくれるんです。で、それもなんか不自然な感じではなくて、すごくいい感じにですね、その3分のやつが10分の BGM してくれると、伸ばしたいところまで伸ばせるということで、今回このオーディションの編集方法を解説していきたいなと思います。これはですね、すごくおすすめな編集方法なので、ぜひご覧いただければなと思います。それでは早速編集画面で解説したいと思います。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まずはじめにですね、こちらのオーディションを開いていただきまして、この左上のですね、このファイルのところで読み込み、右クリックをしてこの読み込みでクリック、こちらでですね、まあ音源ですね、入れたい音源をここに入れたいと思います。はい、でこうなりますね。で、次に、このファイルをクリックして新規、そしてマルチトラックセッションをクリックで、ここで OK ですね。で、先ほど入れたこの音源があるんですけど、こちらをここに入れてください。で、OK。 そうするとこのように読み込んでくれるので、読み込んだ後にですね、こちらのプロパティとありますので、その下を見るとこんな感じでリミックスとあります。で、リミックスを有効化をクリックします。そうするとこのような感じで読み込んでくれるんですけども、で、次にですね、このターゲットデュレーションと、ここにあるんですけども、今ですとこれが3分43秒しかない音源なんですね。でもこれをですね、例えばですけど、10分とかに変更することができます。あとはもうエンターです。そうするとこのような感じで適用中とあるんですけども、これがもう10分の音源になったよと、こうですね。はい、見てください。10分43秒まで、はい、なりました。だからここを20分にすることもできますし、はい、すると今10分までの、10分43秒の映像が、今20分になったと、こうですね。はい、あとはこれをプレミアプロに入れると時間を伸ばしてできると、まあ、一回ちょっと確認だけしてみたいと思います。どんな感じのつなぎ目になってるか。確か3分43秒の音源だったので、はい、ここを見てもらえると分かるんですけど、ここですね、一回ちょっと見られます。まあこんな感じでですね、一通り伸ばすことができました。まあ一応ですね、全体的にバーッと流れを見てもらって、まあそのつなげている部分をですね、確認してもらえればいいかなと思います。まあ時にちょっとなんか微妙やなという部分もあるので、まあ一度その辺も調整してみてもいいかなと思います。という感じで、以上となります。
はい、いかがだったでしょうか。今回このオーディションで編集をしてみました。だから結構今までもしかしたら人によってはこの同じ BGM を3分とか2分の BGM をまあつなげて、そこでまあフェードアウトフェードインとかした感じでやってる方が多かったんじゃないかなと思います。なので今回この BGM を全て一気に10分とかにつなげられるんで、しかも簡単に自動でパッとすぐできちゃうので、この方はおすすめかなと思います。まあその他にもいろんな使い方はできるんですけども、今回はこのオーディションの編集方法を解説させていただきました。また今後もですね、このオーディションを使った編集方法をやっていきたいなと思います。それではですね、本日はこんな感じで動画を終わりたいなと思います。今回の動画が少しでも参考になったよと思っていただければ、ぜひグッドボタンの方お願いいたします。またですね、この編集方法で何か気になることとかわからないことがあれば、コメントの方もぜひ残していってください。あとはチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日は以上となります。ありがとうございました。では、バイバーイ。Why should I stay? Please take me away from the light. I don't belong with mine and with fire.